こんばんはこんばんばは。パイコン JPTV の時間ですはい、よろしくお願いしますパーソナリティの寺野ですはい、鈴木隆成ですよろしくお願いいたします、はい、はい。先ほども予告した通り今日はパイコンエーパク2023の楽し,楽しみ方ですねまあどういうふうに楽しんだらいいの特に初めての方なんかもいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っていてより国際色が強まっているのがパイコンエーパクかなっていうふうに感じています ま、とはいえ日本語でアナウンスがないとか日本語で楽しめないっていうイベントではないですね。基本的に日本語で楽しめる、うん、英語でも楽しめるし日本語でも楽しめるようなイベントになるだろうと。うん、TOC 有明コンベンションホール、まあ、去年パイコン j p やった場所と同じなんですけれども、えー、とお台場って言っていいんですかそこ有明って言った方がいいんですか、ね、有明ですかね、うん、お台場よりもちょっと先なのかな有明っていう場所ですかね。有明っていう場所有明で、えー、とメインは2日間。 チュートリアルが参加すると3日間、スクリートまで参加すると4日間というようなイベントになっています、はいはい、今回キーノートはですね、えーと、北さん、北先生と言ってもいいのかな、はい、京都大学の、えー、と先生で、で教授だと思いますが、にキーノートがありますこれが27日の金曜日、はい、ねで、えーと。もう一つは、えー、とロレーナさんと私は呼んでいますが、はい、PSF で元々ですね、えー、と プレジデント、それかなどディレクターまでやったのか、ま、で、えっとメインはやはりイベント詳細ってところを見ることですかね。まあ、ここにタイムテーブルチュートリアルライトニングトークポスターセッションとこういう風うに並んでます。はい、タイムテーブルのところだけちょっと見ます。えっと内容自体はこの後もう少し深掘りをする時間を後で設けますので、まあ、このようにまタイムテーブルが5トラックでですね。まあ、昨日の時間1個だけなんですけど、5トラックでもう朝からですね。ずっとこんな風になってる。 ここにあの<で>日本語と英語というのがで、えーとまあ、このパイコン a パック大事なことはです、ね、チケットを買わないと参加できませんお大事なこと <laughs> すごい大事なこと大事だチケット案内というのがここにボタンがあります <laughs> 下の方にボタンがありますにパイコンエパック二2 0 2 3の歩き方という記事をです、ねえー、今年コンテンツチームに入っていただいている小山さんに、えー、と書いていただいています記事の内容右側にです、ね、こう書いてあるんですが27日の金曜日朝から基調講演があったり カンファレンスのセッションですね、えー、と先ほどちょっとごトラックあるよといったセッション、いろんなトークがあったり、ポスターセッション、あと夕方にはライトニングトークという5分トークがあります、あとはスポンサーブースが常設されているので、今回20社以上かな、ブース持っているの、確か30までいかないかもしれないけど、まあ、そのぐらいブースをいろんなブースを出していただいているスポンサーブースもあるので、この辺回ってみるのも非常に楽しいかなと思います。あとはアンカンファレンスの場所があると。 こういうのが一日楽しめるとて言った通りなんですがで各企業の方々が、えー、とブースを持ってます、まあ、多くの時間帯ブース担当者がいるし、まあ、場合によってはブース担当者その時間にいないこともあるかもしれないんですけど結構気軽に話を聞ける感じで。うんうんうん えーとブース出してる目的っいうのはいろんなパターンがあって、まあ、この商品知ってほしいですよとかこのうちのサービスに登録してほしいですよっていうパターンもあれば、まあとえー、と人を募集しててエンジニアの人を募集してて、はい、エンジニアとは出会いたいですみたいな人がいたり、はい、結構いろんな多様なブースがあって。でえー、と書籍販売を おそらく1日だけになっちゃうかもしれないんですけどうん、うん、えー、書籍販売を一応スキャンバイブースを設ける予定でいます。うんうん、まあ場所がこのスポンサーブースト、ちょっと離れた場所になる可能性もあるんですが、今最終段階の調整を、はい、アンカンファレンスは事前の募集を行わず、その場で。 突発的に参加者が発表したり BOF、新しいまた子どもが好きになりましたねボ、ボフ、ぼふって呼びますけど、ボフ的な話し合いをする場です。ボフって続いて懇親会。あ一番大事なやつ。懇親会、大事なやつなんですか、懇親会、一番大事まあでもそうなんですよね、こういうのせっかく行くと、やっぱり友達作ったり、仲間を作れたりっていうのが一番まあリアルでやった、現地でやった開催ってすごくいいと思うんで、懇親会、もし余裕があれば出てほしいなと思います。まだチケットは残っています。オリジナルルビール開発中でです。今回の懇親会で出そうと。 ということでえー、っと新潟佐藤にあるトキ、えー、ブルーワリーさんというところに、えー、っとオリジナルのパイコン APAC2023 オリジナルビールというのを作っていただいていますスプリントとは開発者がそれぞれのテーマを持ち寄ってその場で開発を行うというまあミーティング、まあ、開発イベントミーティングという感じですね。託辞書、えーっと 私はパイコン JP またはパイコンエパックではかつてからですね、まあ、託児所を準備して、えー、とまあお子さんのいらっしゃる方とかにも、小さなお子さんがいらっしゃる方にも参加していただこうということで、うん、これは予約が必要ですが、無料です、す、まあ、初めてだった時のことを思い出せないかもしれないけど、思い出せない。だけど、まあどういうふうに楽しんだらいいかみたいな話をちょっとこの後ちょっとしたいなと思ってるんですけど、あと5分ぐらいで。5分ぐらいで、あ短いね、ちょっと短いね、長く喋りすぎた。はい、まあ まずデイワンデイツーとして、私のまず、すごいこういうカンファレンスに行った時のおすすめは。はい、オープニング絶対出るようにしてるんですよ。はい、頭に絶対参加して、はい、そのなんか雰囲気を知りたい。初めてのカンファレンスとかだと、はい、まあ、そこはね、できることなら来てほしいなま、ね。まあ、そうですね。頑張って早起きして、うん、オープニングから行って、うん、その多分、うん、座長なりが。 皆さんこんにちはみたいなのおはようございますみたいなの,おは,いいなのおはようございますみたいにやる感じとか<う>わあとかっていう感じから入るとこう入りやすいりやすいですよね。はい 1>, まあ1個目どっかのトークまで決めておいてまあ今後で日本語で聞くので1個しかないんで高野さんのトーク聞くしかないけど英語のトーク聞きゃやん英語でやってもいいけどまあでまあトークを1個目は私も大体聞くのがまあおすすめだからまあそんなになんだカンファレンスに行った時に何か別に最初から友達がいるわけではないし何していいか分かんないからキーノート聞いてトークを聞くまあそこまでは大て私のルーティーンみたいなどんなカンファレンス行ってもそういう感じにしようとしてトーク見ててすごいいいなってこの間も思ったのはオンラインを経験した 私としてねオンラインからまた元に戻った時にでもねみんなのうなずきポイントとか写真撮ってるポイントで重要度が変わるみたいな分かるみたいのがすごい去年感じたんですよスピーカーに話しに行くスピーカーに対して自分が聞いた自分が聞いたスピーカーに対してまあできれば応答もしてほしいし終わった後にさらにちょっと話しかけるみたいなのが一つ聞いてほしいですからねスピーカーがからからしたらいっぱい来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか確かに確かに,確かに えとスタッフに、うん、あの落ち着いてる時間帯だったら、うんまあ、スタッフに声をかけるっていうのはすごくおすすめかなって思うんですよねかだからランチの時とかに、うん、やっぱすごい難しいんですけど、うん、こう近くに座った人と話してみるみたいなね,なね感じのができるとねなかなかねど,ううどこから来たんですかっていう人がいたら私たちを探してくださいあの寺田とか高典はいないのかとスタッフに聞くとですね まあ何とか探してくれるしてま <laughs> それはまあスタッフは知っている。まあ、大体どこにいるか、把握してないかもしれないけど、なんとかわかるかもしれません。<laughs> ということで、一旦ここまで、今回の10月のバイコン JPTV はここまでとしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。